この大好きな窓ですけど、かっこいいですね。4枚ついてると雰囲気いいですね。外から見るとものすごくかっこよく見えますもんね。内からだとあの風の調整がねしやすいですね。ただ開けた時は、家具が置けないからちょっと空間は狭くなりますけど、本来のこの目的って何だったんでしょうね。私だったらハンガーをかけて洗濯物干したりしますと、あと日よけにします。いや、だからハンガーに洋服かけて洗濯物干しかねて、これなんだろうね。カゴかなんか置いて野菜物とか空間に置いとくんでしょうかね。こう木箱かなんか置いてですね、網張っときゃ冷蔵庫代わりになりそうですね。だって外涼しいですもん。この分なんか置けそうですね。置ける、もしくは日よけになるみたいな。ここはあのそうね、洗濯物欲しいよさそうですね。タオルとかシーツとか、これは洋服かな。まあ何でもいいや。で、これがどんな仕事だったでしょう。こうよ、こうよ、こうよ。かわいいでしょ。かわいい、これ。こうやってさ、クッと閉まるよ、バッチリ。いろんな窓見てきますけど、かわいいな。こういうの撮影したら、バカって言われそうです。まあいいや、かわいい。もうもうね、男の人が発案したんでしょうね。でこっちは古いあの家具がですね、もう壊れたんかな。だからこうやってね、単純にこれ止めるだけですよ。わよわよ、面白い。これでいいんかいみたいな。これでいいんかい。でこれは音で分かりますね。木枠です。でこれあのただの一枚ガラスです。昔のまんまのオリジナルですよね。これいつも作ったんでしょうね、この建物。分からんけど、日にちがこれだけ。上からかな、ずらして乗せるだけよね。あ、かわいいな。もうね、もうめっちゃかわいいですね。何年頃作ったでしょうね、これ。かっこいいでしょ。これだけでな、飯が3杯食えそうな。ひひ。かわいい。いつまでも見とれていたい私でした。かわいい。ねえ。かわいいですね。